エレン・バーナード・トンプソン・パイルは、アメリカ合衆国のイラストレーターである。1920年代、1930年代に、雑誌、サタデー・イブニング・ポストの表紙を描いた。有名なイラストレーター、ハワード・パイルの弟子で、パイルの弟のウォルター・パイルと結婚した。サタデー・イブニング・ポストの表紙フィラデルフィアで生まれた。1895年から、ドレクセル協会で美術を学んだ。 1897年にドレクセル協会で教えていたハワード・パイルからイラストレーションを学び始め、パイルの優秀な学生として定期出版物のイラストの注文を受けるようになった。パイルがペンシルベニア州デラウェア郡のウィルミントンやチャズホードでイラストを教え始めると、エレンもその学校に招かれた。この頃、パイルの弟で革製品の仕事をしていたウォルタ・パイルと知り合い、 1904年に結婚した。結婚後は、ウィルミントンに住み4人の子供の世話のため、作品制作を中断していたが、1919年に、ウォルターが腎臓病で亡くなったので、42歳になっていたエレンは家計を助けるために、イラストレーションの仕事を再開した。1920年代、1930年を通じて、雑誌や書籍の表紙絵を描き、 フラッパーと呼ばれた流行のスタイルをまとった都会の女性などを描いた作品は人気になった。二人の子供は美術学校に通いアーティストとして成功し、娘の一人はイラストレーターの NCYS の息子で発明家のナサニエル YS と結婚し、ポピュラー音楽のドラマー、ピアニストのハワード YS は孫である。2009年に、 ひまごの一人が企画した回顧展がデラウェア美術館で開催された。ありがとうございます。